X-7X-7 はアメリカ合衆国で開発された無人実験機。製造はロッキード社。高高度および極超音速域での空力特性やラムジェット推進、誘導ミサイル技術などの試験に使われた。計測機器やテレメータ、誘導システムなどを内蔵した細い胴体に短めの主翼をつけた無人機でラムジェットエンジンは 胴体から独立して、機体高下部に搭載されている。機体は、地上発進も可能だが、主に B-29 もしくは B-50 に搭載されて高度11900メートル以上まで上昇した後に投下される。通常は、安定翼付き用型ロケットブースターが取り付けられており、ブースターによって、マッハ2.5から3まで加速した後に、 ラムジェットエンジンが添加される。降着装置はなく、飛行後はパラシュートによって、着地、地上にて回収された後に再使用される。飛行試験においては、最大速度時速4 6 3 6トルを記録した。改良型として、X-7A-1、A-2、A-3 及び X-7B も開発されており、 主翼のテーパーなどに改良が加えられている。計61機が生産されて、アメリカ陸海空軍の試験に用いられ、1951年4月から1960年7月までに130回の飛行を行った。また、本機によって得られた空力特性データが F-104 の設計に用いられている。X-7 は高速無人標的機。 X9-5 キングフィッシャーへと発達した。製造は X-7 と同様にロッキード。1963年に空軍から陸軍に移管され、ミサイルに類別され、悪目 -60 と解消された。X-7 と合計して61機が製作された。ナイキハーキュリーズのような初期の地対空ミサイルの試験に、 用いられ、1960年代半ばに計画は終了した。一説によるとこの時代の防空ミサイルシステムにとって、本機はあまりにも高速に過ぎたため対空ミサイルの能力に疑問が抱かれ、政治的理由によって計画が中止されたとも言われる。X-7A のもの、ありがとうございます。